ウサっていうの、オパウサっていうんだ、ユイナがティフの時なんか渡してきた渡してきたっていうか、なんか貸してくれてた。え、愛知推しで見に行きたいって言ってる。え、愛知推し連れてきて、ぜひとも連れて行ってくれ。台風は大丈夫だと思います。あの、外に出てなくてわからない。そして、あの、家が丈夫なのか、なんかヒューとかも音聞こえないのよ、全然。どうなんだろう。立ち見、え、立ち見席椅子に、あ、そうなんだ。こんばんは。チャンスの順番いいよね、歌詞がやっぱ。仕事帰りで見てます。お疲れお疲れ。高級マンションじゃないです、一般マンション。丈夫なんじゃないか、わかんないけど。ハッピーの誕生ですね。ペンライらない。あ、あのうちわとか、そうだね、見えるね。前回、あ、ティフの時めっちゃ見えやすかったのは、市村っていううちわ、やっぱ見やすい。雨音聞こえないかな。なんか冷房ついてるからなんか聞こえない、それで聞こえないっていうのはあるけど。 PK さんありがとう。市村って でっかいやつを持ってて、そうとか見えやすい。あと愛知、でかめの IED とか、愛知とかでかいやつはね。でもまあ邪魔だ。そうだね、もうあれか、迷惑になっちゃう場合もあるのか、でかすぎて、でかすぎると大変やな。トゥルルトゥトゥ、存在感だけ伝えるか。いけるんじゃないか、目力で勝負する。武器はなしで戦うってか。明日はどうなんだ。明日の野球はやるのかな。やると思う。今日は中止になっちゃったけど。100% やからすごい強すぎる。うちはでかすぎな人いるよね。サマステは天気心配。今日はもうめちゃ寝たな。めちゃ寝たっていうか、結構遅くまで寝てたわ。もともと車幅があってもゆっくりではあったんですよね。でも今日はだからちょっとまだ寝ないで、サマステの練習をしよう。夜更かし。交通機関が動いてれば、あー、そうなんだ。3番目、最後から3番目、分かったよ。3話まで見てくれました。素晴らしい。見たいよ。あー、でも。あー、でもねー。いやー。
いですな。こんなって怖いの。もう、もう本当嫌いとか言ってんのに。表で、圭一さんに会ったら、変わっちゃう。MKさんありがとう。おいちゃんありがとう。誰推し、誰だろう。あの中国人の方の癖強くて面白い、面白いな。あと MK さんありがとう。一足先、お疲れ、お疲れ様。誰が、誰だろう。若い証拠だ。花ありがとう。ラジ強しよすぎて、ああ嬉しい、嬉しすぎる。月田さんはいいよね。でもなんか、でもな、ミステリアスだし結構自信持ちすぎてるとこある。1498ありがとう。母ちゃんもありがとう。なんか結構自信あるくない、あの人。もうちょっと謙虚だったら押したかもな。絶対にロージュもらえると思います。120% みたいなの言ってた時あったから、結構そういう感じみたいな。もうちょっと謙虚な、いや、もらえ、私なんてみたいな人だと思ってたから。こんばんは。皆さんとラストの会話ね、いやありがとうございましたみたいな。で、なんかお友達じゃな、最後は、ご飯、あ、じゃあなんかひじりと小田さんと愛理で3人でハウステンボス行こうっていう約束をねずっとしてたから、それはもう行こうみたいな話をしてて、行こうねみたいな。落ち着いたらご飯も行きましょうみたいに言って、して行こうねみたいな。で、なんかあったとき、なんか悩んだ時とかは LINE してもいいですかみたいな言ったら、もういいよ、全然してきてみたいな、いつでも、あなたいつでも悩んでるでしょみたいな言われて、でなんかうるっとしてしまいましたね。その言葉に、なんか小田さんの優しさが詰まった、なんか深い気持ちになって、お疲れ様でしたって感じになった。石川県から参戦していたものです。ありがとうございます。わざわざ遠いところで。公演の前にもね話したんだけど、公演の前とかは
なんかこの前とかは山田さんみたいな、友達になりたいですみたいな、失業したって友達になりたいですみたいな、もう友達だと思って接してたよ小田はみたいにして、私も確かにちょっと小田さんにはなんて言うんだろう、でもやっぱ先輩っていうのはあったけど、でもそういう風に接してくれてるっていうのは、そう私も分かってたし、私も小田さんにはすごい心を開かせていただいてて、友達のようななんかタメ語でタメ語混じりな感じで話してたんで、いつもそう、あの日の夜博多駅もずっとあって夜行バス、あ夜行バスで翌日甲子園の、うわ最高だね、行動力ありすぎて大拍手。空気感唯一無二、顔もね、めっちゃ可愛いんですよ、知ってると思うけど、みんな綺麗とかえ、あ綺麗と可愛いを兼ね備えてて、顔をビジュアル素晴らしいんですよね。豚丸さんありがとう。オーラの色ね、見てもらったことあると思う。何色だっけな、あった、うん、化粧水つけずにふと寝てしまった。あ今動いたら乾燥せずに済むよ。歌丸さんありがとう。そうそうコラボしてくれたりもそうね。あなたはいつでも悩んでるでしょうが、脳内再生やりたいんだけど、あでもあの時もう昨日ない、もう泣けぐっとこらえたもん、泣くのをぐっともう緩んでたけど、お別れの会話だったんでちょっとぐっとこらえました。おだち尊いのね、おだち出会えてよかったです。おださん小田さん、なんだよやだよ、小田さんは HKT に必要な存在でした、ずっと。いずれかでもみんな卒業していっちゃうから乗り越えなければいけないっては分かってんだけどね。エクさんありがとう、ね、抜け殻だよね、ファンの方はちょっとすぐには、すぐにはね立ち直れない方もいるとは思うんだけどね。愛知卒業して泣く、本当に本当、会えるといいね、でも小田さんとファンの方も、小田さんがどういう、でも個展とか開いたら会えるんじゃないかな、小田さんがもし。お疲れ様、よかったよ、ありがとう。皆さんどうでしたかね、小田さんのそのファンの方が多分用意してくださった横断幕もね、なんか素敵で泣けましたね。あれ見てるだけで私泣けたの。小田さんみたいな子供がいいな、なんか、あいや
あんないい子は生まれないね、普通に。あんないい子は生まれ孫にしたい感じだな。ズッキーさん、あおちゃんありがとう。一切泣かなかった。なんで？我慢した？あおちゃんありがとう。転生。確かに、なんかもう何度、確かに何度目なの？ね、いい曲だね。昨日おだちゃん、しつこお疲れ様でした。お疲れ様でした。涙でお話したくないって二人で話すの彼女のような。おばちゃん悪くない人見たことないもんな。うん、本当にそう、暴れてる。落ち着いて、たなち。おばさんはね、おばさんはそんなこと嫌いな人なんていないです。そういう人だよ。なりたくてもなれません。あ、コンサートも。コンサートもね。秋のコンサートもちょっとあれか。情報解禁されたのか。カメコないと思ってるよ私。ゼップって取れなそうじゃない？うちもいい人です。いや、あんなに心が綺麗じゃないとは思うけど、
何が発表されたのか。4校差、うん、2回席とか紙カードあるか。最後はさすがにあるよね、卒業コンサートは。確かにあるかね。2回かな。2回かしらね。全員参加じゃないんです。そう、フェスみたいな雰囲気。うんうんうん。スイカボックスに記入してね。そうなんだ。スイカボックス、セカボックスあるなぁ。あ、日向さんの卒業の時入れたかも。ちょうどロビーに行った時。ツッキーさんありがとう。2階です。あ、そうなんだ。 AKB2 階でやってたなんて。カメコワンチャンあるんでは。ここで、ゼップ、あ、2つ違うんだね。ゼップ、うん、したことないかも。福岡を積むってことは、命の意味で犬の作りにどっちを打ちこぶの嫌になるからでしょ。そうでしょ。そうなのよ。ナップの必要を意識し始めちゃう。はあ。でも先輩方卒業して寂しいけど、でも寂しいで終わらせずに頑張らなきゃね。
ちがもっと頑張んないとっていうね。でも小田さんにも愛知はそのいろんなね経験をしてきてるからこそ後輩に寄り添って素敵な後輩に寄り添える素敵な先輩になっていく未来が見えるよっていうお言葉ももらったので、本当に確かにまあいろいろね辛いことも嬉しいこともいろいろ経験してるしてきてはいるから、そうね寄り添ってね、メンバー寄り添っていけたらいいんだけど、先輩がどんどんいなくなって、そういう先輩に私もたくさん優しくしてもらって頑張れたこともあったし、で先輩は偉大なんですよね、やっぱ先輩は偉大なのよ。だからそういう先輩に私はこれからなっていく、ありがとう。自分でしたすごい愛知でさ、いた、本人いたよ、なんかの巡り合わせです、あれも絶対にまた来ていただけたら嬉しいです。次は私のところにしっかりと間違いではなく来てくれたら嬉しいな。卒業するときにね、先輩とか後輩に悲しんでもらえる、ね、人でいたいね。ナッピーの卒業で愛知で切るのかな小田さんの切られたのが可愛すぎて、あれもう胸が痛くなるっていうのはこういうことかって体感しました。もう本当にちゃんと最後に思い出作りに来たよ、天使ね、妖精みたいな妖精みたいな感じで小田さんボイスがもう脳内に響き渡って、私を切って、はあ、かわいい、もう無理、かわいすぎる、手あげるか迷った、あげてよあげてくださいよ、ちょっとあげてくださいよ、おもろすぎる、あげてたらちょっとあげ、それはそれでちょっとあれか、勇気を得るね。そう、自分のこと一番大事にしてくよ、ありがとう。でも私結構自分にも人にも厳しいタイプらしいんだよね、性格上 MB… え、なんだっけ MBTI みたいなやつらしいよ。葵ちゃんありが
かに自分にも厳しいし他人にも厳しい。それはね思う。私なんか弟とかになんか勉強を教えてあげた時とかもなんかなんでなんでそれわかんないのって問い詰めてたもん。いやこれぐらいできるよねみたいな。なんでこれぐらいできるでしょみたいな。で家庭教師ってことはあんま向いてない、わかんない、家族だからそういう対応してたのかもしれないけど、私は自分にも他人、自分に厳しく人に優しく、どうなんでしょう。自分に厳しいっていうのはでもあるかも、うん、あんまりずっとなんか今ずっとねなんか満足できないタイプだね多分。もうねえねえ聞かないって書いたことある。自分に優しく他人に適当。姉ちゃんありがとう。そう、自分に優しく、まあ、人に優しくはできたとしても自分に優しくはできない気がする。本当に分かんない。でも別にそんなストイック、ずっとストイックなわけじゃないんだけどね。だって余裕で一日オフの時ね、ずっとなんかやっぱなんかやる気が起きなくて寝てる時もあるし、なんかギリギリになって覚えたり、そこはなんか自分に厳しくないよねって、うん、まあそんなだからね、ずっとね、なんかストイックにはできないけども、うん、そうね、ストイックにはできてないとは思うんだけどね。そういう時がないと人間壊れちゃうかなとは思うから、まあね、程よくしていかなくちゃなとは思うんだけど、ありがとう。リタイアすれば毎日日曜日。ニートってことね。ニートの方ってやっぱ毎日が日曜日だっけ。どよく休んでね。愛ちゃん自分に厳しいのは私がめっちゃ、そう、まあみんなが甘やかしてくれたらいい話や。そう。そういうことにしときます。そうしてください。普段はそんなもん。そうだよね、ズッキーさんありがとう、可愛かった。本当に追求中止すぎて損するタイプって言われてる。優しい人が損するのはねおかしいな話ですよ。大ちゃんありがとう。フルマラソンなかなかできることじゃない。確かに、それは頑張った。全工程のお悩みし
素敵な特技。遠くあるからいいな。お盆休みいいな。ない。えらいぞ。えらいぞ効果が薄まっていって。葵ちゃんありがとう。甘やかそうと思ったらな、具体的に何それ、なんだろうね。まあお小遣いあげる、お小遣いくれるとかかな。これ始めたら止まらない、わかる。愛でも白髪が増える、そうですよね。でもと年齢で白髪って増えるよね。でもいずれどっちにしろ入門持ってつください。お盆はねないね、私は。お盆休みのぜ大ちゃんありがとう。ゆくさん最近 HKT の公演見て目に留まったので来てみました。ありがとう、嬉しい、嬉しいです。本当ですか、大ちゃんありがとう、大歓迎だよ。IT コールスにちょっと決まる、そうだよ、それはそう、それはそうだよ。なんだっけ、あ、何を具体的に何をすればいいか、甘やかす、なんだろうね、具体的に。むずいね。マイナスなことは言わないかな。まあファンの方で言うこといないけどね。大ちゃんありがとう。毎日よしよしするで、毎日会いに来てくれませんか。え、会いに行けるアイドルじゃなく会いに行けるオタク、新しいね。可愛いと思った時可愛いって言うようにしています。あ、いい、それいいですね。葵ちゃんありがとう。会いに来させるオタク、新しい。大ちゃんありがとう。が、国蔵さんもありがとう。リハ頑張ります。大ちゃん、おーちゃんありがとう。明日はどうなんだろう、台風大丈夫なのかな。夜とかは、夜っていうか朝までがちょっとピンチなんじゃないのかなって。福岡雨すごいです。多分外出てないからわかんないんだけど、多分すごいかも。語彙力にしやすいって書いて、社会好きしか言えない。オッケー、そういう
ことをさしてくれる、そういうことをなんか、うん、男性のファンの方はそういうのは多分少ない、女の子とか特に結構ね発信してくれる子が多いけど、そういう子も私結構レアだから本当にそういうの嬉しい。めっちゃめっちゃありがとう。99個、え、そうなの、午前中までか、そっか。サマステはどうなんだ、729個、今日も新しいハッシュタグを見たけど、最中は勝ち、最中は勝ち。大ちゃんありがとう、発信はしてるつもりだからまあ見てますよ私も SNS をね。曇りらしい、台風大丈夫なんだ、それだけは心配だったので安心です。現在は大丈夫ね。プレゼント送りたいけど何がいいかな、何がいいかな、なんかね何がいいんでしょう、欲しいものあるのに忘れちゃうんだけど、欲しいものがあるのに忘れてまう。大ちゃんありがとう。ありがとう。キャラモノのお洋服、キャラモノ、キャラモノか、キャラモノ普段はあんま着ないな、そこまで着ない、部屋着とかだったらまあキャラモノ着るけどね。なんだろう、なんかないものあるかな、家に。あ、でもサングラスとかは、まあ、1個しか持ってないんだけど、まあ、さえちゃんとお揃いで買ったんだけど1個しか持ってないので、なんか
なんか他にも欲しいなとはちょっと思ってはいるのだけども、キッチンペーパーは確かにないね、あんまり。大ちゃんありがとう。あとお皿、あもうお皿とかもあんまないな。チーカーティー、いや欲しい、チーカーティーは欲しいね。ハンター味ね、それなんそれ、ハンター味、ハンター、税別でもいいんだよね、確か。トースターとかね、そうなの。生活用品ね、ありがたいけど。確かにレンズの色とか、そうそう、洋服に合わせれる。今持ってるのは結構無難に色々合わせれるからお気に入りなんですけども、サングラスはまあ1個しか持ってないかな。チーカーティー欲しい、うん、すぐ送ります、すぐ送ります、うん、欲しい。チーカー靴下とか、ファンの人にチーカーのグッズもらったことあるけど、チーカー靴下とか結構履いてるもん、いつも。大ちゃん、あーすごいいっぱい、ありがとう。ベルギーからお土産、お土産。あとでもレッスンみたいなやつとかも、ジャージはあれか、うん、ジャージっていうか、過去にもらって嬉しかったやつとかは何だろう。でもセットアップってなると上下で超えちゃったりするから、片方ずつ送ってきたりするんだけど、レッスンっていうかレッスン着みたいなやつとかも嬉しい。ケイボーさんありがとう。ワンピースとかも嬉しい。お洋服、ワンピース、検証生活的なかな。大ちゃんありがとう。渋谷さんありがとう。何が欲しいって言われるとマジで分からんな。あれが欲しいです、ピクミン、ピクミンのカセットください。じゃあいろいろ言ってきたけど、ピクミンしてみたいんだよね。でも、まあ、ちょっと忙しい、夏忙しいから落ち着いたらやるけど、やることになるけど、ピクミンは気になってますね。あてよ、何だろう、何が欲しいんだろうね。欲しいもの難しい。大ちゃんありがとう。普通のお洋服、お洋服こういうの好きなブランドある。そっか、確かにそうね。なんか
なんて言うんだろう、ちょっと女の子らしいお洋服だったね。綺麗な。アイリはね、メリージェニーが好きなんだ。本当は、本当はとか言う。メリージェニーと、でもストリート系も好きなの。その X ガールとかさ、そういうなんか、うん、なんかストリート系のあれも好きなんだけど、メンズライクな感じの子でも好きだよ。オーバーティーシャツとかね、好きですけど。メリージェニーが好き。あとはメリージェニーとホワイニーっていうところのブランド、インスタとかでねあるんだけど、ホワイニーっていうところのブランドは結構かわいい。なんかジャージとかかわいいのが売って、そうメリージェニー好きなの。そうなのよ。サイズはね、まあ、M とかかな。安心安全の M。 13、ヤクさん、12、PKS さん、11、ひろゆきさん、10位、ズッキーさん、9位、MK さん、8位、ターさん、7位、タモちゃん、6位、ブタバラさん、5位、MJ さん、4位、タータンさん、3位、クニショウさん、2位、アオイちゃん、1位、ダイちゃん。ありがとう。そう、最近もらったやつとかで結構使ってるものはサンダルで、あのプーマのなんかサンダルもらったのに、めちゃくちゃ歩きやすくてすごい、はい、毎日履いてます。厚底のかわいいね。プーマとかやっぱかわいいよね、サンダル系。夏はサンダルしか勝たん。靴履けない、暑くて。ありがとうございました、皆さん。ゆきおさん、もうこんな時間だ。バイバイ、おやすみなさい。